ちらジーナさんの7月号の付録レビューになります。では始めましょう。 Every love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I we got history. Yeah. はい、ということで今回はちょっとお久しぶりの付録レビューになります。で、インスタグラムの方でもゲットしたよっていう話と、あとレビューしますかっていうご質問がありましたので、今回のこの動画を撮っています。で、この付録に関しては、まあ、ちょくちょくもインスタグラムで買った方のレビューだったりとか、実際に使われてるメイクの写真とかが結構アップされていて、結構楽しみにしていた付録でした。自分的に当たりだなって思ったものだけレビューしていて、これは、はい、当たりです。買って損ないです。迷われてる方もいると思うんですけども、そうインスタグラムでも言われて、迷ってるんですけどって言われて、まあその時にはもう私はもう使っていたので、あ、もう買って損はないですよってお伝えしたんですけど、本当にそうだと思います。では早速、実際にね、いつもだったら手の甲とかにスワッチ試しに塗ったりするんですけども、今回は、実際に目に各色のアイシャドウたちを、スワッチしていこうと思います。そして今回はまあみんながね、みんながみんな筆を使うわけではないと思うので、今回は、筆を使わずに指だけで、つけていくので、まあ実際に発色される色にかなり近い、感じで伝えられるかなと思います。なので一つずつ、つけながら説明していこうと思います。はい、ということで、順番に使おうかなと思って順番につけました。で、一番最初に私がつけたのはこれね、前もね間違えたんだよね色。そう、ピーコックブルーっていう色になります。この色に関してはほとんどそう感じたのが、海外の、アイシャドウパレットでも、感じるような質感のアイシャドウかなと思います。例えば、フーダビューティーだったりとかジュビアスとか、そこら辺のパレットたちと同じような質感だなっていうのを感じました。なのでこれね、雑誌自体はいくらだったっけ、780円で買えるっていうのがもうすごいお得だなと思うので、絶対ゲットしておくべき、付録だと思っています。で、ちなみに雑誌の中にもいろいろこういうメイク、がありますよっていうこうね、こういう感じのご紹介があるので、まあそれを参考にしたりとか、今日は、上のね、このキラキラ以外は付録の中の2色を使ったメイクをしています。またもしリクエストがあれば、またチュートリアルでもしようかなと思っています。で、ブルーですね、本当にめちゃくちゃ綺麗で、ブルーってちょっとそのグラデーション作る時に一番上の色って結構迷う色なんですよね、ブルーとか水色とかって。でもこれは1個でも全然綺麗にグラデーションできたし、指でも全然簡単にできたので、すごい良かったです。本当にとにかく質感がめちゃくちゃ良くて、海外コスメのお高い感じのパレットぐらいのレベルだなと思いました。本当にめちゃくちゃ良かったです。で、その隣にあったのがグロッシベージュっていう、これはクリームタイプのシャドウだったりとか、まあ、ハイライトとしても使えるものになります。これね、いつだかのいつだったかな、エモーダーだったかな、ジェリーのエモーダーのパレットと同じ感じ、クリーム系のシャドウになっていて、ハイライトになってハイライトとしても使えるんですけども、これに関しては私はちょっとベースとしては使えないです。ちょっと自分のまぶたは結構こう皮脂出ちゃう時もあるので、特にこの季節暑かったりするので汗かいたりとかちょっと皮脂出たりしてしまうともう崩れてしまうので、もし使うのであれば、まあ、ハイライトとして使えるんじゃないかなとは思います。結構馴染みやすい色になっているので、もしね、こういうとことかこうやってポンポンって
あのハイライトとしてちょっとつければ結構いい感じになるかなと思います。あと鼻とかこういう鼻だったりとか唇のここのところ、あと顎とかこことかいろいろハイライトをつけたい部分につけるのもありかなと思います。で、次がピンクのね、アイシャドウになります。風車ピンクっていう色になります。これも最初に出てきたピーコックブルーと同じ質感でちょっと濡れたような感じのアイシャドウになります。ブレンディングもしやすいし指でつけた方が濃くつくかなとは思います。筆だとちょっとねちょっとパサッとしちゃうかもしれないのでかなんだろうなその濡れ感が残らないのでもしこのこういう質感のアイシャドウを使う場合にはこういうシリコンのブラシがおすすめです。ちなみに私がこれ使ってるのはセリアで買ったものなんですけど最近ちょっともう見かけなくなってしまって、他には結構もうこういうシリコンブラシは薬局にこうブラシコーナーがあるのであれば結構隅っこの方にあったりとかあとドンキでもありますしそういう雑貨屋でも結構使われているのでこういうシリコン系があるともう1本しか持ってないんですけどこの1本だけでも十分役に立っているのでもしこういうね質感のアイシャドウを使う時に濡れ感を残したいなって思うのであれば指かそういうシリコンブラシをおすすめします。これはマットですね。テラコッタっていう色になります。実際に今日使っていますテラコッタこの周りはテラコッタで出来上がっています。でこのアイシャドウに関してはマット色になります。これのいや他のアイシャドウもそうなんですけどこれの発色の良さ本当にやばいです。本当にすごいです。なんで本当にこういう意味でも本当にねもう損しないよ絶対損しないって思います。結構ねこういう付録のコスメって前はそんなにねクオリティがこんなにも高くはなかったんだけど今ってすごい高くて本当に驚かされます毎回でこれに関してもすごい綺麗だし今ちょうど夏なのでこういうオレンジ色もすごいいいオレンジなブラウンオレンジブラウンみたいな感じうん、全然使えると思うし発色がいいのでもし薄く使いたいのであればちょっとブラシに取るときは本当に気をつけて取った方がいいと思います。あまりねこうポン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 つけようとするとえらいことになるのでそれくらい発色いいので薄くつけてからだんだんこう濃くしていく感じで扱うといいと思います。で、次ですね。最近っていうかまあ流行ってるっていうのもあると思うんですけど自分自身もすごいハマってるのが黄色いアイシャドウでこの、付録にこの色が入ってるっていうのはもう最高な本当最高です。今もう黄色流行ってますからね。はい、すごい嬉しかったです。これは、サンシャインイエローっていう色になります。実際に今日使っていますこの真ん中のところにこれも発色いいんですけどただやっぱり黄色なのでちょっと気持ち薄いんですね。だからちょっとこう重ね付けをしないとちょっとつかないかなっていう感じかなと思います。なのでもしこううまくいかないのであればお持ちのコンシーラーをベースとしてあらかじめこうつけてでちょっと広げといてその上から黄色をポンポンつけるっていうのもありです。今回は今スウォッチで見てもらった感じだと指だけでやっているんですけどこの真ん中に関しては濃く見せたかったのでコンシーラーをつけてでその上からベージュのアイシャドウを塗らずにもう直接黄色をつけました。そしたら結構濃くつけられたのでまあもし濃くつけられないなって思うアイシャドウとかそういう、やり方をやると結構濃く発色してくれるのでもしよかったらそういう使い方もしてみてください。この黄色に関してもすごい良かったです。色も超可愛いし何よりもこのね何色テラコッタとの相性もすっごく良かったのでまあ他の色たちとも全然遊べると思うし本当にいい色もう黄色が入ってるってすごい嬉しかったです。そして最後になります。
最後は、このフューシャピンクだったりとかピコックブルーと同じ質感の、アイシャドウになります。これは、メタリックブロンズっていう色になります。まさにメタリックなブロンズになります。本当にめちゃくちゃかっこいい色で、もうちょっとねこう大人っぽい感じの、メイクになるんじゃないかなと思います。これはこれも、一色だけでも使える色かなって思いますし、もうほんとこの濡れ感をこう演出してくれるので、本当にめちゃくちゃいいと思います。本当にね、今回のっていうかこの、付録に関しては本当にもうやばいです。結構こう1個のパレットにはまっちゃうとずっとそのパレットばっかり使っちゃうんですよ。だから多分ここ最近は このアイシャドウたちにはまっちゃうと思いますそうで、まあこんな感じで、全6色でした。この6色で780円っていうのはめちゃくちゃお得だ、お得な付録になります。で、さっきもお話ししたんですけども、雑誌の方にもメイクのチュートリアルもありますので、もしねどういう使い方したらいいかわからない人はぜひそのチュートリアルを参考にしてみてください。また、私の方から今ちょっと派手な感じのメイクになってしまっているんですけども、皆さんが、こう探してるメイクの仕方、もうちょっとナチュラルにとかちょっとワンポイントでとか、まあ中にはこういう派手なメイクも好きな人もいると思うし、時期的にねフェスだったりとかそうやってちょっと派手なメイクもできる機会になってるんじゃないかなと思うので、今季節的にもしそういうメイクがね、もうちょっと見たいよって思ってくれるのであれば、もしよかったら下の方にコメントしてくれると嬉しいです。はい、そんな感じであんまりこう長くしてもあれなので、こんな感じで今日はこの付録のレビューを終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。ではまたね。